林修の日本ドリルで紹介されました山田餅というお店が、こちらのお店から非常に近くにございますので、そこまで歩いて行ってみたいと思います。こちらがサウンドジュリアの店舗です。お店までは、瑞穂通り8丁目の信号からすぐなんですが、地下鉄3番出口から歩いて1分もかかりません。こちらの信号を左に曲がるとすぐ地下鉄の入り口があります。そこが地下鉄の入り口ですね。ちょっと余談なんですが、こちらに創作春菜さきさんというお店がありますけれども、こちらのお店も非常に美味しいです。今ここが基地になっているんですが、私が小さい時はここは自転車屋さんでした。前に見える信号が新玉橋の交差点です。右側に見える道路は環状線となります。もう山田餅が見えてます。お店も宣伝してます。